これはですね、おそらく赤妻線ですね。赤妻線の115系でございまして、これは群馬県の渋川と大前を結ぶ路線と、普通電車は高崎か、まあ、終点ということでございますね。まあ、高崎といえばね、昔こうスカイプで話した人がいて、高崎に住んでるなんとか君という子がいてね、まあその子が高崎に住んでるとこがいましたけど、今あの子供どうしてるのかなと思いますけどね。まあもうそれはもう2年か3年ぐらい前だからね、話になりますけど、まあなかなかね、まあそういうたそのた子はいたとこが確か高崎でして、まあそれをこう結ぶ、電車でね、なかなかあれですね、この独特な形が特徴的ですね。あともう一つで両毛線というのがありまして、まあ、これが115系の両毛線。これは桐生や足利を通って群馬県の新米橋と栃木県の山を結ぶ、そういう、まあ、県境を越えてね、結ぶ、電車らしいです。まあ、これもこの赤妻線115系と両毛線115系は同じ形してるんで、同じ形してるし同じ色してるから、どっちが違うのかちょっとパッと見ただけでちょっと分かんないんですけども、まあなかなかのね、面白いじゃない、そういった点で電車を見てみるのもこう、今面白いっていうのも面白いですし、まあなかなか電車というのもいろいろとあって奥が深いところがまああるなというのを感じた電車ですね。というわけでどうもありがとうございました。